もし私が勝ったら軽月間を引っこ抜いてちょうだい。冗談よ。もし俺が勝ったら一つだけ質問に答えてほしい。知ったところで無意味でしょ。そんなものをかけて何も変わらないの。無意味かどうかは相手次第だろ。俺には君の要求も無意味に見えるけどな。どうして師匠家のことを話してくれなかったんだ。隠さなくていい。リベカに全部聞いたんだ。リベカ、リベカと会ったの。どうして言わなかったのよ。ハリー、リベカが何者か知っているの。あの人はヴァンパイアだ。知っているよ。そして君も。そういうこと。それで怖くなった？逃げ出したい？それとも私を殺してヒーローになりたいの？聞いてくれ、アブリル。軽月花が紫の土の養分を吸収して成長し、死傷花は枯れつつある。ああ、ええ、知ってるわ。それがどうかした？悪いと思うなら、あんな花捨ててくれてもいいの。一生ここに閉じ込められてもいいならね。リベカが軽月花を自分の城に植え替えるようにと、俺を誘ってきた。彼女のところにも紫の土があって、俺の血と取引してもいいそうだ。ハリー、彼女は怪物よ。怪物と取引するつもり？少なくとも君には関係ない。そうだろ。二足獣の血がヴァンパイアにとってどれほど美味か知らないでしょう。だからあなたをここに残したの。それなのに私の心配？うぬぼれるのも大概にしてよね、このバカ。出て行って好きにすればいい。リベカに吸い尽くされようが、荒野で野ざらしになろうが、私は構わないから。君はそんな人じゃない。知ったつもりにならないで。私の本心を分からせてあげるわ。